グループ LINE で古無視される陰キャ。LINE? 知り合いの女子から LINE だ。嘘でしょ？誰ちゃん？ママのお母さん。おばあちゃん。てか、LINE 来すぎじゃね？うちのばあちゃん、めっちゃオイラインしてくるタイプだから。そんなオイラインしてくるって、心配性なんだ。いや、歳でボケてるだけ。オフオイライン。おばあちゃんの方が心配だね。で、なんて来てる？ふっちゃんからの LINE 受信したよってメッセージが60件。あ、病院の受信からした方がいいんじゃない？ちょっと聞いて。うちのクラスの連絡事項はグループ LINE に送るようにするから、みんな見とくように。え？僕らグループ入ってないから、連絡事項わかんないじゃん。大丈夫。LINE 追加しなくても、連絡事項を知れる方法思いついてるから。何それ？どんな口頭テクニック？朝学校で直接聞く。オフ口頭テクニック。一番勇気いるやつじゃん。ん？お前らグループ LINE 入ってないのか？じゃあ、隣の席のミカ。友達追加して招待してあげて。昨日君クラスラインで発言してなかった？クラスの中心メンバーかと思っちゃったよ。僕ラインだとビビらず喋れるし、僕がクラスをリードしてあげようかなと思って。リードとかやば。昨日の発言はみんなどんな反応だった？全員未読。あのリード、リーダーは君しかいないってか。何がダメなんだろう。君のアカウント名が陰キャっぽくて浮いてるとか。いや、普通の名前だと思うけど。どんな名前だっけ？長井ふとし、アットマーク甲府城。あ、浮いてる浮いてる。二つの意味で浮いちゃってるよ。でも、美香ちゃんと LINE 友達になれたのは激アツじゃない？それはマジで羨ましいわ。一応、挨拶の LINE とか送っといた方がいいんじゃない？昨日美香ちゃんに、おはようって送ったら返信来た。おい、女子とおはよう LINE してるじゃん。なんて来た？死ねって。オフおやすみ LINE。めっちゃ脈なしな会話してるな。ね、それで終わり？いや、そっから、ごめん、お風呂入るからって来た。お風呂とか、急に下ネタで。あ、浴場に浴場してる。でも、そこから返信がないんだよね。あ、そこから返信ないのは、もうあれだね。長風呂だよね。ミカちゃん、風呂済みなのかな？あ、いや、風呂済みだね。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いしますね。